私たちの水研のきらめく深さの中で、地上の王国にある人魚大使館の文化イベントに参加する機会に恵まれました。これらの集まりは、海のメロディーと海のリズムが出会う、2つの世界が調和して融合したものでした。土地、水中の世界と地上の海岸の間の架け橋として、私は人間と人魚の絆を強化するよう努めています。私たちは力を合わせて、今夜の月の見守る穏やかな潮流のように、理解と団結が支配する未来を想像することができます。地上の城の壮大なホール内で、私は人魚大使館の魅惑的な集まりに参加する機会に恵まれました。これらのイベントは、海洋のメロディーと地上のハーモニーが楽しく融合したものでした。城の豪華なボールルームでのプライベートコンサートから、両国の最高の味を披露する豪華なビュッフェまで、これらの集まりは文化交流のタペストリーを織り上げてきました。水中の世界と地上の海岸との間の架け橋として、私は人間と人魚の間のつながりを育むことに尽力しています。私たちは力を合わせて、今夜の月の優しい視線の下にある静かな潮流のように、理解と団結が栄える未来を切り開くことができます。人魚大使館の重要人物として、私は愛する人、あなたの無限の愛と揺るぎないサポートがなければ、このような責任を乗り越えることはできなかったと告白しなければなりません。魅惑的な満月の光の下で愛の深さを改めて伝えたい。あなたと一緒にいると、まるで人生の海のすべての波と潮流が完璧に調和しているかのように、深い満足感と喜びを感じます。私は言葉で言い表せる以上にあなたを愛しています。特に月の輝く視線の下で共有するすべての瞬間を大切にしています。